はい、どうも皆さん、こんにちは。沖縄です。今回はこちら、GT パーティー使っていきます。で、新しい、覚醒フラグメント Z にして作ってきました。なんと、マックス打撃攻撃力 38% っていうね、かなり、やばい、言葉が出てこへん。ステータスね、上げてくれるっていうことなんで、まずゴジタ4で使ってみようかなと思います。本当は絵柄通りの、悟空4でやっていきたかったんですけれども、まあ、未所持ということでね。はい。残念ですが、使っていきます。で、すでにね、めちゃめちゃ強いユニフラも持っているんで、これと合わせてね、どんだけ火力伸ばせるかっていうのを見ていこうと思います。で、打撃寄せにしたかったんで、このさあ来いよ神様の覚醒フラグメントもつけて、打撃攻撃力マシマシでやっていこうかなと思います。はい、お願いします。なんか、クーラー2突なんだけれども。珍しすぎない、期限切れになってから引いてますね。いや、たまにあるけど。なんか菓子パンとかさ、一日過ぎてから食べるときあるけど。さあ、お願いします。相手、これは何パだ。兄弟の敵って持ってたんだっけ、緑プロリ。マジで忘れたわ。お願いします。劇場になんか17号入れてみましたみたいな、アマキャンずらしてみて、速圧入らんか、まあ、しゃない。いやー、強えな。ただスーパーサイヤ人 GT はいないんでね。これが優秀と。かみて射撃と。あぶね。操作入れて。お、なんか、ラッキー。強っ。強い。外そう。外すわ、さすがに。やば。ナイスパワー。ゴジフォー先輩強すぎ。タックル反応して。オーケー。やばい。やってるわ、これ。さあ、記録回復入れまして。ガンガンいっちゃおう。ナイス。三味一体となって頑張ってます。ゴジフォーで荒らして、17で、ライジング貯めてぶち落とすっていう、この流れ強すぎるだろ。よっけ。いいね。さあ行きましょう。ライで落とせるでしょう。強すぎた。待って。ナイスすぎ。気持ちいい。ゴジフォーいい感じに出てるんじゃないですか、パワー。しかもパンちゃんのね、援護もあるんでね。うん。序盤火力高なってるんで。ナイスすぎ。唾液引けます。オーケー。あ、待って。さあ、止めれますと。優秀すぎ。腹パン見て、唾液いこう。さあ、強い。あ、これ座れんのか、そうか。あぶね！読み必殺を初めてされたわ。読み必殺を初めてされた。ありがとうございました。ナイスパワーじゃない？さて、お願いします。これはさすがに赤行った方が良さそうやったんで、イシロンちゃん出していこうかなと思います。全体的に見てさ、GT ってめっちゃコスパいいですよね。昔のキャラクターで組めるし、しかも無課金のキャラめっちゃいるんでね。なんやかんや、1万円目指すぐらいやったら、いいかもしんないね。タックル回避って、反応、にゃっちゃん、そのタイミングは、違う、反応じゃないのよ。まあいいや。ぶち込みます。打撃ギャンガリさせてよー。今タイミング合ってたのに。なるほど、そういう感じか。まあ石野出そう。ダメージ受けることにね、石野火力上がるんで、これが優秀なんや。針長っ、後ろの。いいね、なかなかな耐久。さあ、腹パン、打撃ってきそう、打撃ってきそう、打撃ってきそう。オーケー、最速取って、まあ、50号行きましょう。いや、外してくる読みしたいけど、さすがにやめとこうか。ユニギあるんでね。さあ、中距離。タックル回避読みしたけど、ましゃない。そのタイミングか、全部。いや、やばい、いい進路、身勝手に見えて、ちょっとカバチンしそうになったわ。出します。オーケー、捨てていく。ここは詰め放題ですね。詰め毒放題。さあ、特化は向こう積みまして、これが強すぎる、マジで。むっちゃ使いやすいわ。146。いや、やっぱ特化は向こうの無課金キャラって偉大やね。本当に使いやすいんだけど。超高評価でございます。さあ、弾が欲しい、衣装ゾーン。うん。ユニゲ削っちゃう、どんどん殴って。ユニゲ削りまくって、引いてこんか。熊本ムービングいっとこうか。OK、入る。さあ、くるくるパーします。まあ、一旦バフ添いといて終わりでいいか。でかすぎ。待って、これ。いや、ライクか。苦手にめっちゃ入ってるな。
いやー特殊破棄されるのちょっと嫌だけど、ライジング通りそうやったから。おお、危ねえ危ねえ危ねえ、よかった、ナイスバドス。お前もしかしてオイラのスパイだったのかい、どっちなんだい。座ろう、まあ、しゃあない、ここで出しましょうかね。ここ出して受け回せるようにしとこう。やっぱ石の切ります、色的に、色と体力的に。何もしてないな何もしてないわ。あー、アド、ありがとうございます、美味しい。じゃあ一気に向こう飛んでくんな、かわせるんかな、かわせるわ。交代ムーブ、単発有事、オッケー、強すぎ、17が強すぎるんだが。あ、でもこれ待って、54タイムだわ、54タイム行きましょう。やばすぎる、111ね。いやー、ワンコン見たかった。でもいけたんじゃないかな。対戦ありがとうございました。さあ最後行きましょう、お願いします。相手は髪の毛か、うー、トツえぐー、トツ真っ赤っかやん。芝居行きます。あのウルカに対しては結構ね、赤で受け効くんで、なんとかなるとは思ってはいますね。ソテ射撃撃って、ソテって、ソテみたいな発音になっちゃったわ。なんでもいいですなんでも良すぎて草。打撃打ち込んで、さ、スーパージュノがマジで強すぎるんよね。じゃ待って、その吸引はダイソンは違うって、そのタイミングで一旦出して、いやこれ多分ね出してこないと思う。オッケーオッケーオッケー、あ、外してこないと思う。強気に行きたいな、ちょっと強気に活躍させるために打っていきます。オッケー、強いよここ。待って、でかすぎ。しかも通りいいんでね、特化は向こう一応つけといて、バフ削いで、ヒダメージカットも減少。おナイスパワー、オッケー、いいね。もう一枚引けんか、どんどんいっちゃおう。おう、速でオッケー、完璧。ちょ、これ打ちます、これ火力出るよ。ビルス変えてくる、240万、どう。そのまま一狩りはさすがにしないか、さすがに無理か。おら、うぅ、いった、あのさえぐすぎ今のは。これ受けまーす、やばすぎ今のは。見ました、ぶっ壊れでしょ。サムネイル確定だ、ありがとうございます。打撃引いてきた、いやさすがにえぐすぎ今のは、伝説級だわこれがね。覚醒した最強ぶっ壊れ、待って、あ、17捨てた方が良かったわ、色的に。ちょっとやらかしましたね今のは、油断してました。いやゴッツとの、待って、そのスリーブ見てビビっとります、マジか。打っていい、メイン、いや回避見て圧か、そこで外してくんな、だよね。オッケー、さあ徳川向こうです。やばすぎるこの男、強すぎ。お祈りはさせませんと。いやさすがにさ、え、出すん、マジですか。いや持ってけるでしょ、頑張れ、持ってけ持ってけ、ナイスすぎ。しかも弾も持ってきた、強すぎ。あ、帰ってきた、忘れてたわ、待機短縮。まあいいや、大事打ちまーす。いや、まあここまでいったら大気やな、ここまでいったら有利なんは有利やと思う。オッケーオッケーオッケー、ユーリアンレトリーバー、ユーリアンレトリーバー、大気封印なんですよね。これ受けていい、でもタックル来ても大丈夫なんで、それは違う。あ、いけたわ。ありがとうございました。てなわけで、え、やば。最強のゴジータ4使ってみたでした。するな、雑魚が、その程度か、殺してやる。